はい、中見陽介です。今日はですね、ちょっと皆さんに言いたいことがあるんですけど、動画を見てですね、結構問い合わせが来まして、全国いろんなエリアに今チームが増えていってます。本当にありがとうございます。すごいちょっとびっくりしてるんですよね。動画の再生回数とかもですね、結構思ったより伸びるし、いろんな人がですね、見てくれてるんだなと思って、ちょっと僕も頑張ってですね、動画作っていきます。で、今回ですね、一緒に、やるっていう風になった方は、一緒に頑張っていきましょう。僕もですね、そのエリアにちょっと足を運んで、一緒に頑張っていきたいと思います。はい。でですね、今回紹介する漫画が、こちらです。九条の大罪。いや、別に漫画を紹介する YouTuber じゃないんですけど、この漫画ですね、この漫画の一コマをちょっと見ていただきたくて、こちらのコマなんですけど、これですね、結構日本のこれから先のことが描かれているコマだなっていうふうに思ったんですよね。で、まずですね、これから先の日本は、今言われてるのはですね、水道が民営化になるっていうふうにもうこれは決定しています。水道が民営化になるとですね、まずやることっていうのが水道管の老朽化を直すところから始まるらしいんですけど、それがですね、なんと1キロ直すのに1億円かかるらしいんですよ。で、その水道の老朽化を直すために、まず民営化して、民間の企業が何をするかって言ったら、値上げをするみたいですね。で、どれくらい水道代が上がるかっていうと、3倍から5倍ぐらいに上がるっていうふうに言われてます。で、電気代も同じようにですね、火力発電の発電所の老朽化が進んでるんで、この老朽化を直すために、電気代も2倍になるっていうふうに言われてます。で、かかるお金ってずっと増えていってて、高齢化が進んでいってるんで、結局働き手が少なくなります。働き手が少なくなるっていうことは、そこから取れる所得税が少なくなっていくので、必然的に所得税も上がっていきますよね。で、この所得税を結局誰から取るかって言ったらサラリーマンなんですよ。サラリーマンされてる方ってですね、節税の対策っていうのをしたことない人がほとんどだと思うんですけど、結構ですね、会社員になると税金が引かれてもらえるのがいいことなんだよって、わざわざ申告する必要がないんだよっていう風に結構会社って洗脳してくるじゃないですか。でもあれすごい間違ってて、実際は自営業者がどれくらい節税してるかって言ったらですね、やっぱりそのやり方によっては結構なものっていうのは経費で落とすことができるんですよ。サラリーマンってですね、自分で仕事で使うスーツですら経費で落とせないですよね。それがサラリーマンなんでですね、これから先サラリーマンの手取り額っていうのはどんどん少なくなっていくと思います。加えてですね、今コロナ禍の状況で日本の企業の株主っていうのがどん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 ですね、外国人に入れ替わっていってます。で、外国人に入れ替わるとどうなるかというと、今はですね、日本人がやってる会社なんで、日本人の給料を高めに設定して、外国人はこう安く設定してる企業が結構多いと思うんですけど、これ外国人が主導権を握ったら、逆になりますよね。日本人の給料が下がっていって、外国人の給料が上がっていきます。水道代が値上がりして、電気代も値上がりして、賃金は下がって、所得税は増えて、あと消費税もですね、2050年までに 30% まで引き上げるっていう風な方針があるみたいなんで、こちらもですね、かなり税金として払っていかないといけなくなると思います。で、そんな中ですね、国は65歳までに2000万円貯めましょうって言ってますよね。2000万円貯めるって、どれくらい貯めないといけないかというとですね、20歳から貯め始めて、年間45万円ずつ貯めないと、65歳で2000万円ってたまらないんですよ。それ計算したことある人ってあんまりいないと思うんですけど、これ、できますか？多分普通にサラリーマンやってて、手取り20万の仕事とかだったら、結構きついと思うんですよね。で、それに気づいた方っていうのが、今どんどん副業っていうのをですね、やっていってる状況になります。で、僕も、副業としてですね、通信の仕事を始めたんですけど、今ですね、途中経過でこんな感じですね。30万円を超えてきました。どうですか？何もせずに30万円毎月入ってくるって、人によると思うんですけど、僕はですね、結構ありがたいんですよ、この毎月30万入ってくるっていうのが。それでですね、なんと、先月ですね、もう一つ、通信の仕事で自分のアカウントを作りまして、で、そのアカウントが2ヶ月目ですね。
で、新しいアカウントが今こんな感じです。27,000円。約3万円ですね。3万円なんですけど、これ、例えば今の仕事で増やそうと思ったら、今の仕事で3万円昇給するって結構難しいと思うんですよね。だったら、新しい仕事をもう一個作って、それでまあ3万円作るっていう方がすごい簡単だと思います。で、副業って言うんですけど、副業っていうですね、漢字が今も違う漢字で使われてて、今まではですね、副業っていう、サブっていう意味の副業だったんですよね。まあ、メインが一つあって、サブでもう一つっていう考え方の副業が主流だったんですけど、今ですね、なんかアメリカみたいな考え方になってきてて、こう二つ仕事やってて、どっちもメインだよっていう、複数の仕事をやってるっていう意味の副業っていう漢字が使われるようになってきました。で、例えば、今の仕事でですね、いや、ここで出世して毎年3万円上がっていくよっていう人は全然いいと思うんですよ、それでも。ただなんか今の仕事じゃそんなに給料上がらないんだよねっていう人は本当に副業をもう一個増やすっていうのがまあかなり近道かなと思います。前の動画でも言ったんですけど、僕はですね、まあ、チームの人数を1万人にしようと思ってまして、1万人になった時っていうのが大体僕の月収がですね、1000万円ぐらいになる計算なんですよね。で、まあ1000万円僕は目指して、まあ、ずっとやっていくつもりなので、月収1000万円取ってみたいなっていう人も、まあ、月3万円とりあえず今の収入と別に3万円ぐらい作りたいなっていう人も、まあ、ぜひ一度ですね、あの話だけ聞いてみた方がいいんじゃないかなと思います。興味ある方はですね、毎回なんですけど、この動画の概要欄にインスタのアカウントを貼ってますんで、もしよかったらですね、そちらからの DM いただければなと思います。今日の動画こんな感じです。ありがとうございます。